今回はお庭ですくすく育ったローズマリーを使ってハーブウォーターを作ってみました。ハーブウォーターとは植物を蒸留した時に得られる水溶液のことで、芳香蒸留水やフローラルウォーターなどとも呼ばれています。原料植物の種類によって具体的な活用法は様々ですが、化粧水やヘアケアに使ったり、お部屋の浄化、消臭、入浴剤などとしても使うことができます。私は若返りのハーブと呼ばれ、アンチエイジングや美肌効果があるローズマリーを使いましたが、お好きなハーブをお使いください。我が家には専用の蒸留器がないため、お鍋を使って挑戦してみました。用意するものはローズマリーなどのハーブ 30g、 精製水やミネラルウォーター 500cc、 蓋付きの鍋、蒸留水をためる耐熱容器、保冷剤です。ローズマリーを洗って乾かします。鍋の中央を開けるようにしてローズマリーを入れます。水を注ぎます。中央に耐熱容器を置きます。鍋の蓋の取っ手が下になるようにしてかぶせ、その上に保冷剤をのせます。火にかけます。30分くらい弱火で加熱します。蒸留している間、お部屋がハーブの香りでいっぱいになり、とても幸せなひとときです。30分経ち、ハーブウォーターが出来上がりました。 500ml の水で 100ml くらいのハーブウォーターが出来上がりました。冷めたら清潔な保存瓶に移し替えます。私はハーブウォーターをそのまま化粧水やボディミストとして使ったり、加湿器に水と一緒に適量入れて感染症や風邪対策として利用しています。